何な,ならな YouTube とかでそういう、ね、プロモーションビデオとかあったらそれでいいかなとも思っちゃうしね本当に満足それほら公式で結構出てるもんね出てますねあれいいわあのレコード会社のオフィシャルのやつとか新曲ボンボン出てるから助かるもんだよねん、うん、あれで十分かなでもそういう曲しかないというのが悲しいですけどねまあそうだし俺らみたいなファン層がいるとよ音楽業界はますます衰退しちゃうわけだな ごめんなさい <laughs> せめてものを広告をクリックしてあげてとでもね, <laughs> でもねいいと思うんですよそれでしょうがねえよなしょうがないしライブでうんうんそういうことだよそ<う>だから<あ>音楽の世界ってのは昔の頃に戻りつつあるんだってうーん 昔はほら例えばさ日本じゃねえかもしんねえけど西洋とかのさクラシックとかさ王室とかでさまあライブとかコンサートで稼いでたわけじゃんで生活してたわけじゃんその人たちはそのある意味特権階級なわけじゃんでも今は誰でも CD 出せるしさ誰でも曲作りできるしそうなったらまあそこにお金払おうっていう文化なくなってきちゃうよねまあライブだよなななやっぱなそういうい意味じゃな ライ,ブでライブができる人がミュージシャンって言われることになってくるんじゃない ?CD じゃなくていいなこの曲ライブで聴きたいって思うそだから。例えば お前の前やってたやつでもそうだけどさ、うん、アニソンとか生楽器でカバーしてるんだと聴いてみたいなと思うのよあ<ー>お金を出してその CD で聴くアニソンと違うライブ演奏なわけじゃんうまい下手があったとしてもそれはだから俺楽しめるなと思うのよでもやっぱなただカラオケみたいなんだとちょっとな、うん、あんまそこにお金は払えねえかなってのはあるわな、うん、そうなんですよ、うん、だったら自分でオリジナルでアレンジしてとか。 だからあのあれだわ今のほらアイドルブームあるじゃん、はい、ああいうの見てもピンとこねえのよ演奏してるわけじゃねえじゃんやっぱ自分は多分演奏目線で見ちゃうんだよね、うん、演奏してるかどうか、うん、口パクか本当に歌ってるかって俺の中でそんな問題じゃなくてちゃんとドラムの音がちゃんとドラムをやってたり <laughs> ベースがベースの人がやってるかってのが気になっちゃうんだよねそれがねえとあ別にこれ家でいいじゃんって思っちゃうの。 それはある。楽器の生の音を聞きたいんだよね。うん、楽器の生音はやっぱり。いいよな。だって私だって、あ、ね、できることなら、あそこで歌いたいんだもん。そうだよな。オケ、OK、じゃなくて。そうだよな。うん、演奏でな。演奏で歌いたいです。気持ちいいもんな。そう,そう。でも、やっぱ難しいですけどね、生音と合わせるのって。難しいよね。自分の音、聞こえなくなるから。でっかいからね、音がね。<laughs> そう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 。モニターちょっと大きくしてくださいって、うん、よく言ってた。 他の台版もそうだったけどなかなか面白いイベントだったよね,ねああいうなんていうかまあ初音ミクなんかも生でやってたじゃないああいうのは俺はそのライブを見に行く価値はあるなって思ったけどね生音ライブは最高っすよ何にせよ <laughs> ただ何コ動の歌ってみただけのイベントとかだと俺はなんかあんまピンとこないんだよね <laughs> あれはねちょっと 私あ,あれもだってアイドル化しちゃってるわけでしょそのコミュニティの中でだからなんかね歌い手が今超勘違い<う>僕になってるわけだろからインターネットカラオケマンって言われてるんだよねそうボカロの曲で売れちゃってっていうのがあまり好ましくないだったら自分で作ったボカロの曲で売れるなら話は違うそれ,、うん、それでなんかねそういうトラブルがあるっていうもんねあそうなんですか 歌い手の人がカバーしてそっちが人気出ちゃったりすると<ー>カバーしてやったんだっていうふうになっちゃうわけやははいはい,、はい。そうするともともと作った側からするとなんかやっぱ納得いかねえよねカバーさせてくれてありがとうでいればいいんですよねそうそういうことそういうことでも中にはカバーしてやったんだぞっていう感じの上から目線の人もいるんだってカバーしてやったからお前の曲そうそうお前の曲にたどり着く人もいるんだぞ <laughs> それってすげい傲慢だよね傲慢自分で作れよって <laughs> 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 本当だよな、うん、いやそういう勘違いが多くなってくんだなって思うでもやっぱな歌が歌える人に注目がどうしても集まるわけじゃんそ作曲家とかいうよりは、うん、だからまあボカロ作ってても基本的にはやっぱ初音ミクなわけじゃんライブとかやっててもその映像 3D みたいなの出たりするわけでしょうん だからまああれはあれですげえなとは思うんだけどねすごいとは思います、うん、すごいとは思うけど評価対象を間違わなないいいでほしいなって思いますあのライブなんだっけ夏美くみたいなのテレビでちょっとやってて見たけど、うん、俺はやっぱあんままだピンとこないんだよねいや私多分一生ピンとこないと思う <laughs> すげえなとは思うようん あれななんだっけなフジロックじゃなくてサマソニーの前夜祭で初音ミクが確か出たんだよ。で夜のイベントだったらしいんだけどいろいろ他のバンドとかもいてでやっぱりその気になるわけじゃん初音ミクがそういう流れで出てきた時に。で最初は「うわーすげえ!」ってなるんだってやっぱみんな知らない人もさーあのボーカロイドとか知らない人もあ,あこれがそういうやつなんだって見るんだけど曲が続いていくうちにやっぱちょっと客が出てっちゃったんだって。 うんっていうのはやっぱ「わすげえな」っていうのだけで12曲聴いてあなるほど分かったうん、じゃあもういいやって、うん、まあ感覚としては俺がそれが一般の人はそれが一番近いんだろうなっていう,いうか私はうん私は1曲で「ありがとうございました」っつって変える感じタイプ的にさ曲調が似ちゃうってもあるんかもしんないけど「ーわすげえな」だけではずっとなんか聴けないんだよね だって全部一緒なんだもん <laughs> 極論言うとそういうことになるよなそう声が変わらないし<ー>温度がないじゃないですかまあその喜怒哀楽みたいなはもはっきり言ってないよねそうそうただ<ー>例えばですよ生のバンドと初音ミクのコラボとかそういうことになったら例えばボーカルがミクとボーカル人間がいて一緒にデュエットしてるとかだったらそういうのは面白いかもしれないなそうもしかしたら面白いけど ミク一人じゃねっていううのはあるだろうな、はい、その有名な曲とかだとやっぱりわーってなるんだけど知らない初音ミクの曲とか来たりするとどう盛り上がっていいか分かんないんだってねでも「パフュームなんかでも面白いよなあ、うん、あれはステージはすげえなと思ったけどあ,れああいうのはすごいいいと思うんですよ特殊効果というかその境界線って何なんだろうね それは多分どっちもまあちょっとわざとロボットっぽい感じに加工してたりはするわけじゃないうんいやでも完全なるロボットですからねまあ初音ミクの場合はそうなるわなうんだから多分温度だと思いますようーん温度感温度感うんそしていないから実物がそうそうそうそれを言っちゃお前その。<laughs> だっていねえわけだろお前がさんざんハマってたほらねさハマりましたよみじにハマった時もありましたしいまだにいまだに銀ちゃんかっこいいなって思うし銀さはじゃああれはあれかボカロが喋ってたらダメなんだ何が声優さんが機械が喋るようになったらダメってダメ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 絶対嫌だ入り込めない絶対に嫌ですじゃあ初音ミクが初音ミクの スタイルで見た目で喋りや声優さんなんだっけの藤田さんだけそうがしが喋ってたらありなのあじゃあもう藤田咲が歌えばいいんじゃない <laughs> そうよそ,そうそういうことうそういうことになりますね。もっと藤田咲を注目してあげてほしくなっちゃうなそう思うとな<そ>うあんだけ提供してくれたんだからってそうなメグっぽいのだってまめぐでいいんですよよそうだよなだよなななんなら アサカーズさんの「メグっぽいぞ」で歌った「l i n e トゥ w ムーンとかあれだってスマートフォンだってそういうことになるよなもう今もだいたもんなんかちょっと想像したらそう自分の中で「アハハハ」<laughs> はーはーってなったハハハハハハっハハハハハハ 今ねボカロを聞いてる人はその発想ないと思うよそうなんですよねボカロの元になってる人の声でこれ聞いたらなっていう想像をしないよね、うん、むしろあんまもう覚えてないぐらいだろうねそう大元をねやだな <laughs> なんでいや機械だもんだ極論 <laughs> しかもなんかすごい、うん、なんか私が二次元が好きっていうのと違うんですよねうん、うん